ラリーグドジャース、ロッキーズ、2024年9月27日デンバー。ドジャースの大谷翔平投手、30、が27日、日本時間28日、敵地でのロッキーズ戦に、1番、DH で先発出場。第4打席に4試合ぶりの本流となる54号を放った。写真あり、グラウンドに降りた際の大谷翔平のマミコ夫人。 本塁打は22日、同23日のロッキーズ戦で放って以来、4試合ぶり。第2、3打席でも安打を放っており、この日はここまでで4打数3安打。今季57個目の盗塁も決めており、イチローが保持していた日本人最多記録を更新した。地区 V の翌日の驚異的な活躍にファンも驚きを隠せない。SNS には、えぐすぎる、バケモンすぎ。 異次元すぎんだろ、などの声が上がった。第2、4打席は得点圏での開音となり、これで得点圏では直近13打数12安打で打率923となっている。